ございます。本日も朝礼は始めていきたいと思います。本日の予定目標はむくくん、ちゃんと聞いてくださいよ、ちゃんと聞いてくださいよ、おもちゃアニアにしよって言ってね、あ、ちゃんと聞いとってください。はい、ダラダラっとした朝礼は始めていきますよ。もんちゃんは昨日病院に行っててね、もんちゃん開会がアレルギー体質やけんね、ちょっと開会が出たけんね、もんちゃんは今日はですね、夜の6時にお薬を飲んでください。忘れないようにお願いします。あとはもうゆっくりされといてください。もう癒しの方はもう今日は俺に任せてからもうゆっくりしとってください。はい、むくくんね、むくくんはね、そうね、最近甘噛みが多いっつって母ちゃんが手が傷だらけになっとったもんね。甘噛みばちょっと頑張ってさあさあもう自分の手でも噛んでからさ直しとってください。母ちゃん痛い痛いよってお願いしますよ。